はいどうも、あきです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、前回予告しておいた通り、内野手を一股で作りたいと思います。はい、デッキはこんな感じで、前後3で、送球守備職人は必ず取れるように、僕の手持ちでした感じ、こんな感じかなと思います。これでパワーコーと同じく SG とやってみたいと思います。マイベース進む気分でイベントの感想等々も見込めるかなと思っています。ちなみにこれ小田切をのけて自分で接着入れてフレンドさんにね涼介さんいるんで涼介さん使うっていう編成も結構ありかなと思うんで、魔術師2編成、しかも田中山と違って涼介さんは完走でね必ず魔術師手に入るんで、特にこの今作ってるショートを非常に魔術師必ず持った選手に仕上げたいので。そういう点ではね、そっちのデッキの方がいいかなと思っているので、ミスったな。今回サード作ればよかった。はい。次回の動画ではサード作ります。やっていきましょう。で、基本的には全部一緒で、せっちゃんを追う感じで最初はいきたいと思います。そうだな、そっちの方がよかったかな。お兄さん使う方がよかったかな、デッキ的に。どっちの方がいいデッキなんでしょうっていうのを、やっぱり同じようなデッキをこう連続して使うことによってどっちがいいのかっていうのが分かると思うんで、僕はなるべくね続けて取るようにしています。はい、やっていきましょう。守備コツよし、これで信じてはいないけど先に田中山守備上げとく方が上がる説。僕は全く信じてないですけど、あれ嘘だと思ってるレベルなんですけど、せっちゃんを追いたい。せっちゃんいないんで、これは守備やっといてストレッチ狙いで。いや、来ない。おお、早っ早っ。いらなかったわ、アイテムいらなかった。持ってきたのが損だった。でもこっからなんでタックとか必死に追っていく感じでいきたいと思います。でこのデッキね、守備3筋力2なんで、それもケースバイケースなんですけど、結構技術余る感じです、正直。はい、ストレッチなんで、そこも意識していきたいですね。技術あんまり円にも余ってたら、ここでパワーヒットか取ってもいいんですけど、まだちょっと序盤なんでよくわからない部分はあるので、ちょっと放置で。とはいえど、ミートも30ありゃいいか。もうちょっと上げとこうか。ミート、騎馬との戦いまで考えて、ミートパワー EE にしたら守備上げていきますか。そういう感じでいきましょう。はい、精神でラブパ。清本のレベル、ここだな。ここで評価上げ。はい、割と序盤ね、選手の評価も上げることを意識しておかないと、結局ねダブルタックが重なった時に美味しいっていうデッキなので、一番はそこですね。はい。ダブルタックもしくはトリプルタックを組んでいくと美味しいっていう。ちなみにこのデッキがね、いわゆる僕の最強セカンドを作ったデッキです。最強セカンド左上をね。やべえ、もう1回も来ちゃった。上げないと。最強セカンド、左上のね、肩 S、守備 S、積極守備、魔術師、ミート S、アーティスト、アンダー製造機。他全部 B。特能もろもろっていうね、あれ作ったデッキなんで、はい。あれは千丸なんですけど、クリスマス間に合ってないので、クリスマス、正月。これで大吉なんか引くと、千丸分ぐらいは取り返せるかもしれないんで、大吉引くとワンチャンあれぐらいの選手になることもあり得るんですけど、あの時ね、トリプルタックも1回来てるんで、そこですよね。このデッキの美味しさをちゃんと享受できてる回のサクセスだったんで、あれは。やばい。30点いかんとやばい。はい。なんでまあサクセスは慣れと運なんでね、毎回うまくいくとは限らないんですけれども、はい、もうどんどん評価を上げていきたい。これはなそうだな。こっち行っとこう。スカウトもいるんで。びっくりした。もう一個。危ねえ危ねえ。守備上げとかないともう来そうだ、田中山が。で、デートこんなに早く消費しちゃいかんな。もう技術は全部守備に使う感じで。とりあえず E まで上げたぞ。これもさすがにデートだな。ちょっとデート早く消費しすぎてる感はあるんで、今後ラブパワーで巻き返していきたいところですね。筋力だけ、そこで守備上がってほしかった。うわ、監督評価下がるのは辛いな、そこで。精神。めっちゃデートしてる。やばい。人股なのに、人股の時にこんなに最初にデート消費すると、後で体力回復が渋くなってくるんで、ラブパワー使っていこう。これ体力マックスの時はだったら俺が投げるようで、経験点稼ぎに行く感じです、僕の場合。で、まあ、体力ない場合はダメだで、体力上げる感じです。これも減らしていいかな、体力。なぜならクリスマスがそろそろあるんで、はい。これもラブパとあれで、こっち。ラブパが来てくれると嬉しいな。で、前は1個切るし、あとはせっちゃんなんで、まあイベントも全部完走見込んでいいのかななんて思ったり思わなかったりしています。はい、やばい、くしゃみ出そう。出ない。いやー、本当にパワーコのこの得意練習レベルが上がっていく感じは素晴らしいです。はい、ここもね、小田切の評価上げる方を選ぶとかどっちか迷うところなんですけどね。ストレッチまで見込んではいないけど、こっちでやっぱ技術の方が余りそうなんでね、筋力得ときましょうっていう話です。頼む、ストレッチ。デート消費が早い時はストレッチとラブパで補っていく。監督じゃないんだよなぁ。監督じゃないんだよな。さ、ここで大吉行け。ここで大吉引いたら、セカンド目指せる。中吉。中吉。じゃあ、これからトリプルタック来い。トリプルタック来い。守備でラブパでもよかったか、今の。1人タック筋力は渋かったか。精神。本当にやばいな。ちょっと考えていかんと。しかも守備も上げたいところなんですけど、騎馬との戦いがあるので、一回ね、ちょっとパワーも上げておきたいし。なんなら肩もいいまで上げておきたいし。いやー、デート消費が早い。まあ悪いことではないんですけどね、早めに消費しとくことはもちろん。でもいいことでもないんだよな。ラブパ今回結構筋力練習すでにしたので、筋力は足りそうですね。っていうか技術が余ることは多分ないと思います、これで。うわー、ここでもうすでに小田切が上がっていればトリプルダブルコンボだったのだが、まあ一応ここで2000点超えてるので悪くはないですね。はい。いやー、これは行かざるを得ないよな。さあ、ここのバレンタイン回復があって、回復をマネジメントしていきます。今回、なんか筋力の方がいっぱい来てますね。これちょっと、試しで何回かすでにやってるんですけど、技術が余った回が多かったので、まあ、気をつけていこうと思っていたのですが、いけそうっていうか、むしろあれなやつ。はい。で、守備職人は次の田中山と小田切のびっくりまではとりあえず置いとくことにします。はい、一応ね、田中山の、失敗の時に割引があるんで。おお、来た。やばい、パワヒもまだ高額も何も取ってないけど、勝てるかな。プレイングスキルが求められるところだ。にゃあー、これが打てないんだよな。悪球打ちか、阿部比がないと。で、悪球打ちと悪玉打ちのお話ね、僕もともと悪球打ちって呼んでたんですよ、あれ。もともと悪球打ちって呼んでたんですよ。そしたら、いやいや、悪球打ちって悪玉打ちだから、わろた的なコメントをね、いただいて、悪玉打ちって今度読んでみたらね、今度またコメント欄でね、いや、悪球打ちだからって、で、どっちなんだよっていうね、でどっちなんだよってツイッターで言ったら、わざわざですね、なんとですね、問い合わせいただいた方がいてですね、コナミの方に。メールで。そしたら、コナミさんからのその正式な返事によると、あれ、悪球打ちだそうです。はい。なので、もうこの問題は終わりです。あれは悪球打ちです。はい。以後、皆さん、あれは悪球打ちと読みましょう。はい。以上です。でね、ちょっと耳寄りなお話なんですけど、この1級入魂ってあるじゃないですか。これ、騎馬との勝負で、確か1級入魂取ってると、毎級、なんか、初級っていうカウントで、確か、適用されたような、されなかったような。まあ、今回それが見れるんでいいですね。はい。確か適用されたような気がするんだよな。毎級。だとしたらかなり美味しいですよね。初級とか1級入魂って。けどまあ、デート完走するまで取れないんですけどね。初級コツが来るか、1級入魂コツが来るかわかんないんで。これ、ちょっと技術足らないんで、技術いってきます。ここで、そうだ、思い出した。トリプルダッカーの、ここできたんだ。合宿でトリプルダックが来るっていう奇跡が起こったんだ、あの時は。ここでちょっとダブルタックも来ないとかなり厳しいですね。千丸でもないし。でもまあ、それでも、まあ、更新は狙えると思うんですけど、魔術師をこれよと。うわー、57% 攻める。さすがに攻めないか。半分以上だって失敗するもんね。さすがに半分以上失敗なんで攻めれないです。はい。いや、攻めてもいいけどな、今の。でも休みます、さすがに。あ、そういえば、守備職人コツ取るの忘れてた。ミスってるぞ。しかもそれだけの技術がないぞ、今、俺には。阿部比骨進む。阿部比骨来ないとダメだよ。これは切ります。はい。うわ、ムードバツつきやがったよ。くっそ。お、ダブルタック来た。くっそ、ムードバツつきやがった。さすがに消しとかないとあれなんで。消しとかないとさすがにね、練習試合負けちゃうんで。うわ、これは痛い。ここで経験点60いくら使うのは痛い。で、小田切のびっくりがあるので、もうここで守備職人取ります。今の痛いな。で、練習試合前にもう無理やりあれも取る感じで、はい、パワーヒもチャンスコース潰してほしい。これであと1回来て 17% 攻めるか。 OK、 進むなんでね、進むのタッカー美味しいんで。これで守備も筋力もレベ4になった。やばいな、レベ4になるんだな、2つに絞ると。しかもまあ、今回二股じゃないんで、練習量も多くなってくるんで、かなりね、いい感じになります、その辺が。はい、練習レベルうんぬんっていうところが。まあ、守備上げてもいいけど、補給上げよっか。そんなもんで。はい。で、なんで、この普通だとこのデッキ技術が余ると思うんで、騎馬から割とアンダー製造機を取りたい。その上でミート A、守備 A 狙えるかなっていうデッキなんですよね、僕の中で。まあ、てか実際狙えてるんですけど、あのセカンドを見ていただけたら分かる通り、あれ、まあ、千丸じゃなかったとして、あれを1個ずつ下げれば A になるんで、はい。あ、1打数しか来なかった。ここのね、経験点が27じゃないのもさすがに痛いなと感じ出したんですよね、最近。経験点ベースで見るとまあ悪くはないですね。チュン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 イエスチュンチュンからのいらないやつ。こっちですね。ストレッチまであるんで。ストレッチ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 は来ないし、隠れた才能で魔術師、よっしゃー来たー魔術師。これでショート更新できるぞ。これでショート更新できるぞ。おっしゃー。でもう魔術師来たんで、どんどん上げていけばいいかなと思います。打撃をむしろ。この一人タックは渋いから休もう。いや、休むっていうコマンドあんま使っちゃいけないんだよな、サクセスにおいて。で、牙も乾燥しそうだし。よしよしよし、悪くはないけど、ダブルタックがここから何回来るかによってどういうサクセスか変わってくると。おお、危ねえ、振るとこだった。あと阿部火のコツだけください。絶対阿部火のコツはくれ。絶対阿部火のコツはくれ。どうしようかな。阿部火コツ来てなかったらアーティスト狙ってもいいんですけどね。こいつからどっちにしよう。アーティスト狙おうか。東條も清本もどうなんだろう。乾燥するのかね。ちょっと悩みます。阿部彦つきてないのにアンダー製造機取っといても最終的に取れないっていう無駄なやつになっても困るんで。よし、チャンスコース潰した。小田切代打の神様は取らないんでいいんですけど、チャンスコース潰してくれるのはありがたい。よし、あー何もない。ラブパ狙いかストレッチマン狙いかなんですけど、ラブパ狙いでいきます。よっしゃー。おお、しかも来やがった。阿部火のコツが来てないし、キャッチャーコツもまだ1回残してるんで、いかん、悩んでたら打てん。とりあえずちょっとホームラン1本打ってから考えよう。どうしよう。どっちにしよう。どっちにしよう。どっちにしよう。本当に、あ、打っちゃった。ボール球じゃん。どっちにしようかね。あ、やばい。あ、やばいやばいやばい。そんな悩んでる暇はなかった、もしかして。ちょっとアンダー製造機にしときます。はい。いや、やっぱアーティストへ。これホームラン打てたらアーティスト。はい、アンダー製造機で、まあ、どっちでもいいけど、阿部火来るのかな本当に。あと進がキャッチャーコツとね、阿部火コツだけなんで進を信じました今。うわー、何もいない。進信じたぞ。進阿部火コツ来る。うわ、しかもなんで練習後指輪切んないよ。成功しろ。アーティストこっちで成功したんで、しかもかなり掴んだんで勝ち組かもしれん。これは27%、攻めるしかないでしょ。よし。これはちょっとやめて、体力回復で OK。 精神は10下がるんですけど、そっちの方が美味しいでしょ。ラブパ中だし。よし、これで進むが、頼む頼む進む。うわー、違うんだよ。阿部飛骨阿部飛骨。今思ったらせっちゃんのあれロードワーク初めて切ったかもしれないですね、動画の中で。切るとね、精神下がって、あ、まだ置いとかないと。東條もいるわ。精神が下がってね、敏捷得れないんですけど、印象は得れないが、しかしあれっていう美味しさはあります。はい、体力が30ぐらい回復するんで、まあ、練習できるよねっていう次なんで、場合によっては僕こういう感じで切ってます。はい、次精神にせっちゃんとびっくり、精神にせっちゃんとびっくりからのなんもない。まあいいか、ここのラブバーは美味しかったけど、でまあここで勝っといた次早球骨とかもろもろ手に入れて、騎馬に確実に勝てるようにうんぬん。はい、いやーアーティスト取ってもいいけどな、騎馬から確実にホームランを打つために。まんま打てるか B あれは打てるでしょ。はい、すいません、ちょっとまたまた通知が入っちゃいまして一瞬切りました。別に何も変わってないです。2ストライク追い込まれただけです。はーい、どうぞ。いやー、また忘れてたよ。またお休みモードにするの忘れてました、通知が。編集しないと。いやでもね、この間ね、えらい強い選手作った時に通知が来てもね、正直ね、今までね通知が来たらね全部動画消してたんですよ。編集というものを全くできない時代は。でもちょっとね、まあいろいろ嬉しいことにいろんな方たちとね YouTube 関連でも交流できるようになりまして、まあ、結構いろんな編集の仕方とか聞いて、まあ、基本的なものを、まあ、切ったりね貼ったりみたいな、本当に基本的なものすらできなかったんですけど、それくらいできるようになったので、まあ、そこだけ切るっていうことができるっていうことを学んだんでね、まあ、撮り直しはしないんですけど編集作業まあ大変なんで、まあ、ちょっとせっかくなんで編集しようかな。またいい選手できれば、はい、やっていきましょう。阿部彦つ来ないとでもやばいな、さすがに。阿部彦つ来ないとやばいんだよな。阿部彦つ来ないとやばいんだよな。うわ、田中山じゃないんだよな。そしてちょ練習が渋いですね、ここ何回か。おお、けどこれはありがたい。ここ何回かの練習は渋かったけど、今のはありがたかった。で、騎馬と。で、まあ、確実に勝つために上げといて、上げといて、いや、あとまあ、ダブルタックがあと1回だけ来てくれて、守備のダブルタック1回だけ来てくれて、守備3入れてるんで、そこが一番なんですよね。来てくれて、阿部彦さえ来れば、まあ、ショート更新できるかなって感じです、今。いや、もう騎馬も打てる打てる、余裕余裕。第9、危ない球膝元ボール。さあ次の投球、投げた、さらに伸びていく。よし、第9投げた、見送ってボール。いやー、頼むから阿部彦作れ。来ないんだったらトリプルタックがこう1回あれ見せたいんですよね。200以上1回で得られるっていう、あれラブパ中とかだと多分やばいですよ、本当。あ、しかも今練習レベルかなり上がってるんで、いや本当にすごいタックを見せたい。でもまあ現状ね、このデッキのいい感じだと思います。現状こういうデッキだよっていうのはかなり見せられているので悪くないですね。おっしゃ、頼む阿部飛骨、阿部飛骨頼む。うわーしっかりキャッチャーコツだけ教えてくるわ、マジでしっかりキャッチャーコツだけ教えてくるわ。頼むぞキャッ、なんでやねん。あと阿部飛骨だけなのに、もう進む、頼むよ進む。すがになんでやねんって話ですね、今のは。で、まあ次アーティスト取ればいいか。いやー、これは更新危うい、さすがに。阿部比が来ないと。お待たせいたしました。阿部比骨が来ないと更新危ういですね。5番第9投げた。いいですね。これ真ん中スライダーか。よし、いやもう読める読める。頼む頼むから阿部彦つけてくれ。進む。ああ、守備タック、守備ダブルタック。これもまあ経験点6500ぐらい稼げるんで、はい。おお、ダブルタックきた。本当にさあ最終手、なんか美味しいの来い。もうこの体力量でも最終手攻めるしかない。これ攻めないとさすがにいい選手にならないんでね。肩でも上げるか、この週。あー、アーティストだけ取りたいな。守備 A ね。いやー、これでとりあえず阿部比だけ取れれば悪くはないのだが、阿部比のコツが来て安打製造機まで取れるとかなり魔術師持ってるし。さて、こいつはストレートビューか、ストレートビューなのか。あ、よし、ストレートビューじゃないけど124キロ遅いな、相変わらず。キンドロイドくんくれ、じゃないといろんな動画撮れない。投げました。危ない球。内角際どい球。ボール。第2球。そこまで無理してね、阿部比取る必要ないじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけど、あれはね、本当にね、取らないとね、話にならないんですよ、本当に。本当に打率低くなります、阿部比つけてないと。試合での。まあ、アンダー製造機を逆につけるとめっちゃ上がるのかって言われると、まあ、そこそこぐらいしか感じないんですけど、阿部比がついてないのは本当やばい。この淡々とホームランを打っていくスタイル、もう試合経験点などマックス以外認めないスタイル。試合経験点などマックスが前提のこのサクセスは慣れと運の慣れスタイル。いや、昔の自分に見せてあげたいです。まだ20、30回しかサクセス動画を出してなかった頃の自分にこれくらいはやれよと見せてやりたい。はい、やっていきましょう。お、対エースコツ来た、嬉しい。さあ、美味しいの来い。うわ、渋っ渋っ。 17% 攻めよっか、とはいえども。17% 攻めます。 OK。 うわー、そんなに美味しくはなかったです、サクセス自体。ダブルタックの回数も少ないし、あんま美味しくはないんですけど、まあ更新できるかな、十分。うわ、阿部比をここで直取りするのに150も技術いるんだな。うわ、阿部比直取りだけちょっと渋いですね、そこが。阿部比直取りってとこだけがちょっと渋い。阿部比直取りな、つらいな。くそう、あんだけ進むびっくりきたのに。いや、サクセスは慣れと運なんでね、仕方ないです。入れ、あ、取るな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 。うわー、やばい、やばい、やばい。調子乗ってカーブなんて打つんじゃなかった。よし、シュートは打てる。シュートはマジで打てる。で、結構今ので打点稼いだから、もう1本ホームラン打てば大丈夫。大丈夫なやつ。もう打たない。さっき学んだカーブは打たないって。うわ、スライダーか。そうだよね。あんなとこストレート来ないよね。おりゃー、おっしゃー。試合経験点はマックスが前提スタイル。マックス村井だけにね。割とそのね、動画投稿し始めたらマックス村井の影響もあるっていう話を前したと思うんですけど、じゃあなんでチャンネル名マックスアキとかにしなかったんだろう。まあけどよく考えるとね、野球始めた頃にね、松井と一郎、そして高橋由伸、このね右投げ左打ちの外野手3人に憧れて始めたはずなのにね、気づけば右投げ右打ちでね内野手やってるあたりがね、まあまあそういう問題ですわ。あんま何が言いたかったのか今の話もよくわかんないですね。カットで。ここカットで。あ、でもカットしたらエピローグ部分も切れちゃうから、ノーカットで。はい。あー、低い経験点。やっぱタックが少なかったんで、あと、まあ、ラブパワーも1回しか来てないし、その1回中にタックも来てないし、ほとんど。なんで、かなり経験点渋いんですけど、これ6500は稼がないとダメなんで、また、結局作り直しですね。また、この選手も。最低限これはっていうのは全部固めていって、あ、これやばい、敏捷がちょっと足らなくて精神があれやつ、補給があれやつだ、やばい、もうしゃあない、総力 B を捨てるしかない、こうなってくると。え、そしたら 何が足んないんだ。うわ、敏捷がかなり足りてないな。うわ、総力 B を、まあまあまあ、ちょっとつかの間の命になってもらおう。つかの間のショートも守ってもらいます、こいつには。はい、つかの間のショートですね、つかの間の。で、2番打つかもしれないんで、バント、バント、バント、はい。筋力余るから、体当たり取れと。はい、まあ、必要最低限のとりあえずショートできました。短い命だとは思うんですけど、一応積極魔術師で、けど本当はこれが走力も B になって、肩補給は A に行きたいです。はい、肩補給を A に、総経験点が本当は6500ぐらい頑張れば得られる。まあ頑張らなくても6000点は、二股が6500アベレージなんで、アベレージは6000ぐらいまでは持っていきたいんで、僕もまだこのデッキ回数使えてないんでね、はい、あれなんですけど、まあ、経験点6000点を出して、肩 A、守備 A、補給 A、走力は B。で、まあ、徳野はこんな感じ。で、あれか、阿部比のコツがちゃんと来ていれば、キャッチャーコツとかじゃなくて、ここに安打製造機までつけれるんで、まあ、そういう選手ですよね。まあ、そういう選手ですよね。で、そういう選手が実際、同じデッキで作ったのが千丸。クリスマス、正月間に合わずで、こいつ。でも、経験点は6400ぐらいあるのかな。あ、同じデッキです。まあ、この能力でショートサードを作りたいです。まあ時間かかると思うんですけど、この能力でショートサードを作ると、もうかなりね、打撃も守備もいいんで、もういい選手になると思います。で、このショートが、さすがに更新したのかな、今回は。ちょっと待って、ちょっと待って。危ない危ない。なんか変なことしてましたね。おー、更新しましたね、ちょっと。まあ、さすがにこっちに変えますか。いや、小湊君、今までありがとう。かなり好きだったけど、ちなみに小湊君もう一回見せますね。いや、めっちゃ好きだった。初めてできたオール B。前回も言ったんですけど、同じこと。切り込み隊長もちろん結構好きだったんですけどね。まあ、仕方ない。はい。で、打撃能力かなりヘボいと思われるので、アーティスト1級入魂だけか。ミート A、パワー A で守備バント職人持ってるこいつを2番にしようかな。どっちでもあんま変わんないか。まあこいつ結構コンスタントに3割打つんで、こっちにしときます。はい。まあということで、でも一応ね、積極魔術師持ちのショートできたんで、で、まあ、さっきのやつより守備面も強いんで、まあこいつ、まあ満足ではないんですけど、まあとりあえずショートです。はい。まあということで、はい。あと3、4回ぐらい、ショートサードを作るので、そこでもう一回ショートを更新できればいいなと思います。次はサードを作ろうかな。次同じデッキ SG でサードを作って経験点ベースで見て。はい。この2股したやつ以上のサードを作りたいと思います。で、その次は涼介さん、小湊涼介さんも使いたいなと思うので、またまたね、頑張ってこのショート変えていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にあるいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。